ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さーて、今回も興味深い生物の情報をお届けするぜ。今日の題材はこちらね。絶対に食べるな。日本に生息するヤバい毒キノコ8000。おお、毒キノコ。しかも、日本に生えている毒キノコ特集か。今日は久々の注意喚起的な題材ってわけね。今までにも何度かキノコは紹介されたし、その中にも毒キノコってあったわよね。ああ、そうだな。例えば、この子とか、覚えてるだろう？この燃え上がる炎のようなキノコ。忘れもしないカエンタケね。確か、こいつも日本にいるのよね。しかも、触れちゃいけないレベルの毒キノコだったはず。だぜだぜ。この子は日本でも見られる毒キノコであり、たびたび注意喚起されるくらいに危険な子だ。今回紹介する子もすべて日本でも見られる毒キノコ。カエンタケに負けず劣らず危険な子たちばかりだぜ。なんでそんなに嬉しそうなんだか。まあ、いいわ。日本でも自然に生えているっていうなら人事じゃないし、ぜひ紹介されてあげようじゃないの。では、早速始めていくぜ。まずはこちらだ。最初はこの子、毒ツルタケを紹介するぜ。この子はハラタケ、モクテングタケ、カテングタケ属のキノコであり、傘の大きさは6から15センチメートル、柄にささくれがあるのが特徴的な可愛らしい見た目の子だぜ。だが、この子は日本で見られるキノコの中では、最も危険な毒キノコの一種とされ、最大限の注意を必要とされる子なんだ。いきなりヤバそうなのが来たわねー。可愛い皮を置いておいて、一見する限りではそんなに危なそうには見えないのに、そこまで危険な毒キノコなの？ヤバいもヤバい、そのヤバさから色々な名前を持つくらいだ。例えば、日本では白子毒、鉄砲竹なんて呼ばれたりしているし、海外では破壊の天使や殺しの天使なんて呼ばれていたりもするんだぜ。破壊に殺しって、海外での呼ばれ方がヤバすぎでしょ。異名からして恐ろしすぎるわよ。他に似た姿のキノコも多く、特に海外では食中毒が多く発生しているため、このような異名を持つようになったんだ。日本以外ではアメリカやヨーロッパなど、北半球一帯に広く分布しているぜ。北半球って、世界の半分くらいでこいつがいるのか。また、この子は異名だけじゃなく、特殊な肩書きもあってな、いわゆる猛毒キノコ御三家に名を連ねているんだぜ。猛毒キノコ御三家、だと。つまり、こいつ以外にも2種もヤバいのがいると。その子たちについてはもちろん後ほど紹介するぜ。このように、毒ツルタケは非常に危険なキノコだ。日本でも数年に一度はこの子を食べて食中毒になり、命を落とす人もいたりするんだぜ。過去には家族3人がこの子をスープや炊き込みご飯にして食べてしまい、そのうち2人が亡くなってしまうという痛ましい事故が起きていたりするんだ。ひえ？まさかそこまで危険とは。一体、どんな毒を持つの？この子が持つ毒の成分は環状ペプチドで、アマトキシン類、ファロトキシン類、ビロトキシン類、ジヒドロキシグルタミン酸などからなる複雑なものだ。仮にこの子を食し、毒を体内に入れてしまうと、6から24時間で腹痛、嘔吐、下痢などの症状が現れるぜ。そして、しばらくその症状に苦しむことになるんだが、だいたい1日くらいで収まると言われている。へ？収まっちゃうの？それだけなら全然危なくないわよね。収まるのは初期症状だけであり、体内には毒が残り続け、恐ろしい効果をもたらしていくんだ。それから約1週間ほど経つと、体に残ったり組織に吸収されてしまった毒は、やがて肝臓や腎臓を破壊していくとされる。その結果、劇症肝炎用症状を呈するようになるぜ。肝臓や腎臓が破壊されて、恐ろしすぎでしょ。それに劇症肝炎って何？もう名前からして怖いんだけど。劇症肝炎とは、肝臓の機能が急激に低下して、意識障害などの重篤な症状が現れる疾患のことだ。また、劇症肝炎だけでなく、肝臓が肥大して胃腸から出血が起こり、黄疸という症状も現れるとされるぜ。黄疸は聞いたことがあるわね。皮膚とか目の白いところが黄色くなるとかなんとか。肝臓に機能障害が起きた際に現れる代表的な症状だぜ。とにかく肝臓やらの内臓が破壊されるってことか。恐ろしい話だわ。これ、仮にだけど食べちゃったらどうすればいいのかしら？とにかく一刻も早く病院に行く以外に手はないぜ。病院で適切に胃の洗浄や血液透析を行わないと、確実に命を奪われてしまうとも言われているんだ。また、仮に助かったとしても、重い後遺症が残ってしまうことも多いという。後遺症とかもあるのね。毒の強さは分かったんだけど、今の話ってどれくらいの量を食べた場合の話なのかしら？大体、一本丸々食べてしまうと今話した結末が待っていると思った方がいいぜ。一本、たったの一本でそんなに。こんなひょろっとしたキノコなのに、さすがは毒キノコの御三家の一つだわ。誤食しないよう、覚えておかないといけないわね。さて、次の紹介に行くぜ。
お次はこの子、白玉ごてんぐたけを紹介するぜ。はい。ちょっと、写真、間違えてない？さっきの毒ツルタケでしょこれは。うんにゃ、この子は白玉ごてんぐたけだぜ。この子はハラタケ目てんぐたけかてんぐたけ属の猛毒キノコで、毒ツルタケとは全くの別種だ。夏から秋に紅葉樹林や針葉樹林の地上に発生することで知られているぜ。嘘やろ。完全に同じ見た目じゃないの。先ほど、話しただろ、毒ツルタケには似た姿のキノコが多いって。この子もその似た姿のキノコっていう話なんだぜ。似た姿のキノコって、いくらなんでも似すぎでしょ。しかも、同じように毒キノコってことよね。ああ、そうだぜ。何を隠そう、この子も毒ツルタケと同様、毒キノコ御三家の一つだ。また毒ツルタケと同じように世界中に分布していて、破壊の天使などの異名も持つぜ。こいつも御三家の一つ。しかも、破壊の天使って異名まで同じ。同じ異名を持つが、もちろん違う呼ばれ方もするぜ。この子は毒性の強さから、新潟ではイチコロと呼ばれているらしいぜ。イチコロ。人間なんてイチコロ。直球すぎー。それで、そのイチコロ様の毒性はどんなものなの？この子の毒成分は毒ツルタケとほぼ同じだ。ってことは、アマトキシンだったか、たくさんの毒素が含まれていると。じゃあ、食中毒にあった場合の症状も同じなのかしら？ああ、全く同じだ。食べてから24時間以内に激しい嘔吐、下痢、腹痛が起きて、一旦は昇降状態になるぜ。落ち着いたように見えて、肝臓とかがじわじわと破壊されていって、そのままだと死んじゃうのよね。ああ、激症肝炎用症状を呈し、高確率で死に至るとされるぜ。やっぱりこいつも恐ろしいキノコだわ。にしても、本当にさっきの毒ツルタケと見た目が同じよね。どっちにしろ毒キノコだし、見分ける意味ないからいいんだけどさ。毒成分も同じだし、危険かどうかの判断のためであれば見分ける意味はあまりないだろうな。だが、だからといって見分けないというのも寂しい話だ。似ていても全く別の生物。ちゃんと見分けてあげてほしいぜ。って言ったって、どう見分けろと？一応、この子たちには見た目での違いもあってな、先ほど毒ツルタケを紹介したとき、絵にささくれ模様があると話していただろう？毒ツルタケには若干模様があるんだが、この子、白玉ごてんぐたけの絵には模様はなく綺麗にツルッツルな姿なんだぜ。ああ、言われてみれば、さっきの毒ツルタケはなんかギザギザっぽい絵だったけど、こっちはツルッとスッキリしているわね。いや、まあ、だからなんだって話よねやっぱ。見分けたところでどちらも食べたりしないんだし。とにかく、白くてスラッとしてて、何の変哲もなさそうなこんな見た目のキノコには、絶対に近寄らないようにしようと思うわ。では続いて、御三家の最後の子を紹介するぜ。お次はこの子、卵天狗竹の紹介だ。卵天狗竹？さっきも卵天狗竹よね？この子も原竹木天狗竹か天狗竹属のキノコではあるが、白卵天狗竹とは別種のキノコだ。夏から秋、主にブナやミズナラなどの紅葉樹林に生え、北海道を中心に本州など広く分布しているぜ。見た目はやはり白卵天狗竹と似ているが、傘がオリーブ色をしているため、明確な違いを感じられるはずだ。色がついていて助かるわ。さっきの2種は瓜2つだし、こいつも同じような見た目だったらとんでもない話よ。あ、でも、こいつも毒キノコ御三家の一つか。どっちにしろとんでもない話だったわね。そうだな。この子もとんでもなく強い毒性を持ち、やはりというか毒ツルタケや白卵天狗竹とほとんど同じ成分の毒を持つことで知られているぜ。こいつも同じような成分の毒を持つの？この子の毒の成分も、アマトキシン類などからなる環状ペプチドだ。毒性としては主にアマトキシン類によると考えられているぜ。また、この子にはこれら毒成分に対する抗毒活性を持つアンタマニドという成分も同時に含まれているとか。食中毒を抑えることこそはできないが、これを動物に投与してから毒を与えても中毒しないことが実験でわかっているぜ。へえ、なんか不思議な話ね。ただ、結局は食べたらやばいんでしょ？ああ、この子を食べた際にたどる道筋は先ほどの子たちと同じだ。つまり、食べた直後に下痢とかになるんだけど、一旦は落ち着いて、数日経ってから肝臓とかがやられて最悪死に至る、と。怖い怖い。ちなみにこの子、卵天狗竹は最も有毒なキノコとしてギネスブックに掲載されているぜ。ギネスにも。色合いとかも特殊さはないし、どう見ても普通のキノコなのに。まさかのギネスにも載せられるほどの毒キノコとはねー。ギネスブックに掲載されるのも無理はないぜ。見た目が安全そうに見えるためか、昔からこの子を食べてしまって食中毒となる事故が後を絶たないからな。ヨーロッパには多く自生しており、死の傘と呼ばれ、非常に恐れられている毒キノコの一つとされる。
ローマ教皇のクレメンス7世もこのキノコの犠牲者の一人で、卵テングタケの中毒で亡くなっていたりと、危険なキノコとして昔から認知されているんだぜ。古くから危険な毒キノコとして有名だったのね。毒キノコ御三家、恐ろしい奴らだったわ。さて、次の紹介に行くぜ。お次はこの子、ニセクロハツを紹介するぜ。この子はベニタケ、モクベニタケかベニタケ属のキノコの一種で、主に夏、シーバヤシなどの地上に発生することで知られている。日本では愛知県より西側に分布し、日本以外では東アジアの中国や台湾、そして韓国などにも生息していることがわかっているぜ。ニセクロハツ、完全に聞いたことのない名前だわ。見た目は、これまた普通のキノコにしか見えないわね。シイタケみたいだわ。傘は灰色でヒダは薄いクリーム色、絵は灰色から黒色となっており、なかなかにおとなしい見た目をしているぜ。ほんと、何の変哲もない。ただ、なんか真ん中がへこんでるわね。そこはこの子の特徴ではあるな。成長すると傘の中央がくぼんでくるんだぜ。それでも、毒キノコっぽさはないわよねー。だが、この子も間違いなく毒を持つぜ。この子の毒はシクロプロペンカルボン酸というものを含んでいて、人体に多大な損害を与えることがわかっている。シクロプロペンカルボン酸は骨格筋の組織を溶かし、その溶解物が臓器に障害を与えることになるとされるぜ。ひえ？何それ怖い。骨格筋って骨を動かすための筋肉だっけ？だぜ。じゃあ、その骨格筋を溶かすってことは、想像するだけでも身震いするわね。食中毒の具体的な症状を話すとこうだ。嘔吐や下痢など、消化器系の中毒症状が現れ、その後24時間ぐらい経つと全身症状が現れる。筋肉が溶けることによって全身が筋肉痛になり、呼吸困難に陥ってしまい、最終的には多臓器不全、血尿を停止、重篤な場合は腎不全を経て死亡すると言われているぜ。こいつも死ぬような強さの毒を持ってたのね。御三家に負けない恐ろしさじゃないの。致死量は2から3本と言われていて、治療法は胃の洗浄や利尿薬投与、そして人工透析などをする以外にない。日本では1958年から2007年にかけて愛知県などで6件の食中毒事件が発生し、15人が中毒し、うち7人が死亡している。中国では南部で中毒事故が多発しており、1994年から2012年までに発生したキノコ中毒患者852人のうち4分の1を占め、死亡率は 20% 以上に上ったとされるぜ。うわ、なんて悲惨な。見た目の地味さに騙されちゃいけないわね。ちゃんとこいつは危険だって覚えておかないと。さて、次の紹介に行くぜ。お次はこの子、大洗竹を紹介するぜ。この子は原竹、木風船竹かチャツム竹属のキノコ。全世界に広く自生し、広葉樹によく生えているとされる。傘は5から15センチメートル、柄の長さは5から15センチメートル、太さは6から30ミリメートルほどで、傘は半球形もしくは饅頭みたいな形に開き、なかなかに大ぶりなキノコとして知られているぜ。大洗竹？食べたら笑っちゃうっていう毒キノコ？おそらく霊夢が言っているのは笑い竹であって、この子とは全くの別種のキノコだぜ。その笑い竹はこの子が発見されるよりももっと前に見つかっており、この子は先に見つかった笑い竹から名前を取って付けられたんだ。ほほう、なるほど。ってことは、毒性はやっぱり。ああ、同様の症状を呈する毒を持つんだ。この子も笑い竹も誤食により幻覚作用をもたらすとされる。酩酊してやたら笑ったり踊ったりするような中毒を起こすんだ。文字通り笑いたけよね。この子の中毒症状の記録を抜粋してみよう。息ようようとやたら愉快になって、笑いまた幻覚を見たが、呼吸器、循環器、消化器には異常がなく、症状は8時間ほど続き失禁もあり、眠った後は平静に戻っていた。とのことだぜ。失禁の部分は嫌だけど、他の部分はそこまで危険さは感じないわね。人ごとならな。実際はおかん、震え、めまいなどの症状を発症することもあるし、違法ドラッグのように強烈な幻覚を見ることもあるため、甘く見ちゃいけないぜ。また、後遺症が残ることもあるという話も聞く。愉快になるだけ、なんて名前から連想して何も考えずに食べたりしちゃダメだぜ。そう聞くと怖いわね。最後に補足として、この子は見た目こそ地味だが、匂いが独特でな、それだけでこの子が周囲に生えているとわかるくらいなんだ。匂いで存在が感知できるだと？どんな匂いなのよ。汗臭いような匂いとよく言われているぜ。汗臭いって、むちゃくちゃ最低な匂いね。いや、でも、汗臭いキノコとかまず食べようとか思わないだろうし、いいことよね。いいことか？さて、次の紹介に行くぜ。お次はこの子、カキシメジを紹介するぜ。この子は原竹目キシメジカキシメジ属のキノコだ。
クヌギ、シラカシといった広葉樹林や松などの針葉樹林の地上に生えるとされ、東北などを中心に分布しているぜ。カキシメジ、これも初耳だわ。なんか、色といい形といい、キノコのイメージそのままの見た目ね。ああ、そうだな。どこからどう見ても、まごうことなきキノコといった姿をしているぜ。傘は3から8センチメートル程度で小さく、色は栗褐色および薄い黄褐から赤褐色まで幅があり、湿っていると幼菌時に粘性を示すという特徴を持っているんだ。なんか、ちょっと大きめなナメコって感じね。でも、これも毒キノコなのよね？もちろん。しかも、毎年のようにこの子を誤食する事故が絶えないため、この子は日本において最も中毒例の多いキノコの一つとされていたりするんだぜ。そんなに事故ってるのね。やっぱり、この見た目から、食べられると勘違いしてとか？ああ、まさにそう考えられているな。今でも毒キノコは派手な見た目。地味な見た目のキノコなら食べられる、みたいな迷信がはびこってしまっているのが原因とされるぜ。なるほどねー。でも、無理もないわよね。どう見ても危険じゃないもの。毒の強さとかはどうなの？毒成分は水溶性のウスタル酸だ。喫食後30分から3時間後に、頭痛、腹痛、嘔吐、下痢を引き起こすとされる。症状は食べた量によってかなり変動するが、概ねは今挙げた症状が出るぜ。どれもきつそうだわ。治療方法としては、病院などで胃の内容物を吐かせ、点滴療法を行うこと。適切に処置すれば、だいたい1から3日で全開だ。ふむ、そこまで強い毒ではないのね。死んじゃったりとかはしないのよね。少なくとも、死亡例の報告は今のところないようだぜ。ほ、ちょっと安心だわ。だが、死なないくらいの毒だからこそ危険だ。どうしても毒キノコとしての周知はされにくくなるし、みんな油断して食べてしまったりするからな。そうね。その結果、日本で最も中毒を起こしている毒キノコの一つになっちゃったんだろうし。こいつの危険さも忘れないようにしないといけないわね。さて、次の紹介に行くぜ。お次はこの子、ニガクリタケを紹介するぜ。この子はハラタケもクモエギタケかクリタケ属のキノコだ。日本以外にも北アメリカ、ヨーロッパなどの地域でも繁殖が確認されており、日本では全国で見られる子だぜ。ほぼ一年中見ることができ、針葉樹及び広葉樹の木材や切り株などに発生する、傘が2から5センチメートル程度の小型なキノコだぜ。おう、密集してる。一つ一つは小さいみたいだけど、密になって生えていると威圧感があるわね。この子は個で生息するというよりも、たくさんの個体が集まって促生、群生する場合がほとんど。一つ一つの大きさは2から5センチメートルと比較的小型ではあるものの、群生するとなれば木の幹一つを埋め尽くすほどの規模になるぜ。ひえ？やっぱりこれだけ密集されるとちょっと気持ち悪い見た目になるわね。傘は平らでふっくらとした饅頭型で、周辺部の色は洋色、中央は黄褐色をしている。また、柄は細長く一部光沢が見られ、傘の表面は湿り気を帯びていて、食べると非常にきつい苦味を感じることでも知られているぜ。苦い。そこからニガクリタケって命名されたのか。こんな小さなキノコでも毒キノコなのよね。どれくらい危険なの？小型のキノコではあるが、この子の毒は非常に強力で危険なんだぜ。主な毒成分は、カルモジュリン阻害活性を持つファシキュロール、ファシキュリン酸、ムスカリン酸など。食中毒を起こすと、軽度なものでも強烈な腹痛、激しい下痢、悪寒、嘔吐などの症状が出る。重度なものだと、脱水症状に痙攣、ショック症状を呈するようになるとされるぜ。うわ、怖いわね。軽度であってもかなり辛い症状だし、重度であれば致命的な症状となりうるものだ。実際、この子による中毒により亡くなってしまった例もあるくらいに危険なんだぜ。死ぬこともあるほどだったのね。食用である栗竹、苦栗竹も毒と外見が非常によく似ていて、誤食による被害が続いているぜ。ちなみに今見せているのは栗竹だ。これが、さっきの苦栗竹と一緒の見た目だわ。そうだろう。このように瓜二つの外見をしているんだ。素人ではまず判別できないので、間違っても栗竹や苦栗竹もどきを見つけたと思って、食べようとしちゃいけないぜ。もどきだと思ったら本物の方だった、なんてことになると、そりゃ笑い話にもならないわねー。では、次が最後だな。最後はこの子、コレラ竹を紹介するぜ。この子はヒメノガステルかケコガサ竹属のキノコ。ニガクリタケと同様、日本全国、どこにでも生息しているほどポピュラーな毒キノコだぜ。ポピュラーな毒キノコとかとんでもない表現だわ。にしても、コレラタケって、名前のコレラってもしかしなくてもあのコレラ？いい感しているな。その通りだ。実はこの子、発見された当初は毒アジロガサと呼ばれていたんだが、後に解明されることになったんだ。
食中毒を起こすと、細菌性感染症のこれらに似た症状を呈し、非常に危険なため、社会に対して毒キノコとしての注意を喚起するために解明したんだぜ。へぇ、そんなこともあるのね。つーか、最初の毒アジロガサでも十分にヤバそうな名前なのに、わざわざもっとヤバい名前にするとか。これらっぽいっていうからには本当に危険な毒を持っているみたいね。この子を食べると、まず食後6から24時間で激しい下痢、強烈な腹痛、嘔吐などの症状が出るとされる。これがこれらみたいな症状ってことね。もうすでに怖いわ。まだまだ序の口。恐ろしいのはここからだ。初期の下痢、腹痛などは一旦回復するが、その後に内臓に損傷を受けて機能低下すると言われている。肝臓、腎臓の著しい機能不全、激症肝炎、腎不全などを発症することもあるんだ。また激症肝炎。ってことは、この毒でも最悪死んじゃうってこと？ああ、食べたものを分解、貯蔵、排泄できなくなるし、体に毒が蓄積されていったりし、心不全にまで繋がることもあり死に繋がると言われているんだ。ひえ？恐ろしい毒キノコね。実際、日本では何件も死亡事故が記録されているほどだ。名前の通り、非常に危険な子なんだぜ。さっきの話だと、こいつってどこにでも生えている可能性があるのよね。ああ、地域によってはマンションの排水口周りとか、ものすごく身近な場所に生えていたりもするぜ。短すぎでしょ。いや、まあ、見つけたとしても、そんなマンションのど真ん中に生えてる正体不明のキノコを食べたりしないだろうけどさ。それがしちゃうからこうやって注意喚起されるし、中毒事故の例がいくつもあるんだぜ。そうね、人によってはしちゃうのか。私は少なくとも絶対にしないように注意しようと思うわ。以上で終わりだな。こんなにも日本には毒キノコっているのね。しかも、どいつもこいつも、全く知らないキノコばかりだったわ。毒キノコのほとんどは食用とはされず、一般的な知名度はあまりないからな。だが、山菜採りをする人がご家庭にいるとか、知人にいるとかでお裾分けされる立場なら、こういった危険なキノコの情報は仕入れておいた方がいいぜ。特に食用のキノコに似た毒キノコとかはそうよね、知っておかないと命取りになることもあるだろうし。人からもらうキノコには出どころに注意してくれ。素人判断で食べられるキノコだと思ってお裾分けされるとか、結構ある話だからな。それは本当にありそう。肝に銘じておくわね。以上、ご視聴ありがとうございました。今回はここまで。お気に召しましたら、チャンネル登録、評価をお願いいたします。長時間のご視聴、ありがとうございました。